男はそれほど思っていないことでも、恋の手紙には感情を誇張して書くものであるが、今の源氏の場合は、ただの恋人とは決して思っていなかった御安どころが、愛の清算をしてしまったふうに、縁国へ行こうとするのであるから、残念にも思われ、気の毒であるとも、反省しての反問の、かなりひどい実感で書いた手紙であるから、女へ、それが響いていったものに違いない。御安どころの、女中の衣服から、女房たちのものまで、その他の旅の用具も、立派なものを揃えた選別が、源氏から送られてきても、御安どころは、嬉しいなどと思うだけの余裕も、心になかった。噂に歌われるような恋をして、最後には捨てられたということを、今度始まったことのように、口惜しく、悲しくばかり思われるのであった。お若い西宮はいつのこととも知れなかった出発の日の、決まったことを喜んでおいでになった。世間では、母君がついていくことが、異例であると非難したり、ある者は、また、御安どころの強い母性愛に、同情したりしていた。御安どころが、平凡な人であったら、決してこうではなかったことと思われる。傑出した人の行動は、目に立ちやすくて、気の毒である。